ウィリアム・ユーイング、ウィル・ホイは、イギリスのレーシングドライバー。モータースポーツのキャリア20年でのハイライトは、1991年、イギリスツーリングカー選手権チャンピオンである。ケンブリッジ州、メルボーン生まれ。20代後半までレースには参加せず、1985年に国際レベルで初めてレースを行い。 ルマン24時間レースを含むスポーツカー世界選手権で活躍。以後数年間、彼は様々なレースに参戦し、1988年の全日本ツーリングカー選手権では総合2位。クラスチャンピオンを獲得した。この時のチームメイトは柳田春人であった。バーナード・ソープが最初に雇用、後に、 DTZ が雇用した資格のあるチャーター調査員としてレースキャリアを保管した。1991年、彼はスーパーツーリング規則の最初のシーズンでイギリスツーリングカー選手権に集中。ビックリーチームからエントリーした。ボックスホールやトヨタなどのメーカーがエントリーしていたが、マシンの仕上がりに定評のある BMW でチャンスを最大限に活用し、 リードを築いてこの年のタイトルを獲得した。また、スネッタートーンで行われた、ミルハヤ24時間レースでも、BMW で参戦。コンビを組んだレイ・ベルムとクルトルビーと共に優勝した。1992年、ホイはトヨタチームと契約し、この年もチャンピオン候補に残って、最終ラウンドに臨んだが、ティム・ハーベイの BMW に、僅差で敗れて、シリーズ2位となった。 しかし、その後トヨタは苦戦し、1993年のノックヒルでチームメイトのジュリアン・ベリーが一勝したが、それ以降一度も優勝できなかった。1994年、ホイは世界ラリー選手権のラックラリーにも参加。トヨタ・セリカをドライブしたが、ラリーのステージ4出来に衝突。幸いこの事故でホイと小ドライバーに怪我はなかった。1996年の イギリスツーリングカー選手権でルノーラグナをドライブした。この2シーズンなかなか結果を出すことができなかったが、ホイには他のチームからのオファーがあり、ルノーは1995年にアラン・メニュのチームメイトにホイを起用した。シーズンの前半は多くのメカニカルトラブルやクラッシュを伴うアクシデントを抱えてしまったが、シーズン後半には安定的となり、ホイは3レースで優勝し、 シリーズ4位となった。1996年ルノーにはさらにタイトル獲得が期待されたが、四輪駆動方式を武器とし、フランスやドイツのツーリングカータイトルを獲得した経験を持つフランク・ビエラを起用したアウディが他社を圧倒し、参戦初年度ながらタイトルを獲得した。 ビエランに大差をつけられたがメニューはどうにかシリーズ2位となった一方でホイはシリーズ9位とこの年は交代してしまった。1998年の BTCC ではホードモンデをドライブした。この時代の BTCC は主にカイ1や F3000 などのフォーミュラレースで活躍していたドライバーを起用し広角投資した自動車メーカーを後ろ盾とするチームによって支配されていた。 1992年にホイを破ってチャンピオンを獲得したティム・ハーベイや1990年のチャンピオンのロブ・グラベットもこの時期苦戦を強いられておりルノー・ラグナも完成されたマシンではあったがホイは乗りこなすのに苦労していた1997年と1998年には衰退気味だったフォードチームに移籍1997年はやや失望したシーズンで あったが、1998年のシルバーストン、サーキットで行われた第4戦では、優れたパフォーマンスを発揮。アラン・メニューやこの年チャンピオンを獲得した、ボルボのリカルド・リデルが、相次いで、リタイアとなる中、ホイに代わって、ルノーチームに加入したジェイソン・プラトと、この年最多の7勝を記録した、日産のアンソニー・レイドを抑え切って2年振りの優勝を飾った。 1999年にはメーカーのサポートを受けないインディペンデントチームであるアリーナモータースポーツのルノー・ラグナでシリーズに復帰。シーズン途中からの参戦であったがマット・ニール・マーク・ブレアに次ぐインディペンデントドライバー部門のシリーズ3位となった。最後の BTCC 出場は2000年に参加台数減少を受けて設立されたプロダクションクラスに参戦する。 ビックリーレーシングのプジョー306でシルバーストーン戦にエントリーし、2レースともクラスのポールポジションを確保したが、マシントラブルでどちらのレースもリタイアを余儀なくされた。その後ホイはベン・エドワーズと共に2002年シーズンの BTCC コメンテーターになり、ホンダ BTCC チームの管理職としても活躍。ドライバーであるアンディ・プリオールをサポートした。 2002年後半、ホイは脳腫瘍を患っていることが判明し、その後間もなく50歳で亡くなった。大雨のため、レースは中止。ポイントは付与されなかった。ポイントの対象外、耐久ドライバー。太字がレースのボールポジションを示す、イタリック体のレースの最速ラップタイムを示しています。ありがとうございます。